はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、解決ヤマペリアもね、もう何本撮ってんだって話なんですけどね。さあ、もうどんどん行きますよ。いい加減ちょっと、なんかこうなったら、ちょっと一般名詞が出るまで、ずっとこういう名詞ですからね、一般名詞が出るまでね、やってみたいような気もしますけどね。さあ、今日はどうかな？そろそろ出るんじゃない？一般名詞も。行ってみましょう。お任せ表示で、ポン！何が来るかな？おかしいか？やっぱり人物名が多いんだな。今回は、細貝貞さん、ね、フジテレビの社員で、元アナウンサーさん、フジテレビのアナウンサーさん、はいはいはい、来歴人物ってことで、ね、東京都出身の身長164センチ、身長ね、出ますね、さすが。中学3年生の時に、アメリカ合衆国へ渡りする、帰国子女、いわゆる留学か、中学3年生だと、ニューヨークで4年間、すごいな。で、いわゆるハイスクール時代ね、をこうニューヨークで過ごして、青春ニューヨーク、すげえな。ほう、で、当初は公立の現地校に来ると、すごいな、ジャパニーズスクールじゃないんだ。で、その際、アメリカ浪人となってた時期は、そうだ、そう、うちらもね、世代ですから、あれですけど、私が高3の時ですから、そうですよね。2000年ですから、経験しアナウンサーを志望。これがきっかけで、当時は結構アメリカのニュースも大混乱しましたからね。私がアメリカのニュースをリアルタイムでそのアメリカにインターネットにつないで見るようになったきっかけが、このアメリカの同時多発テロですね。日本のメディアから入ってくる情報よりもとにかくダイレクトに向こうの状況を知りたいっていうのでね、学校のパソコンを使ってね、インターネットにつないでね、見たりしてね、いろいろと意見投票したりね、もう赤点取ってる英語力でね、もう言っちゃいますけど、赤点だったくせにね、頑張って英語辞書を引きながらね、ちょっとね、意見とかわーっと書いたりとかね、当時からね、やったりしましたね。懐かしいことでございます。不思議なんですよね、英検12級を持ってるのにね、英語は常に赤点だったりするので、お前取ってないやってよくね、英語の先生言われましたけどね。なんかね、とりあえず話しかけられたらなんとか対応できるんだけど、英語のテストになるとさっぱりわからねえっていうね、20点とか取ってましたからね。そうそうそう。で、高校時代は茶道部に所属し、私の話ですかね、それね。多分、この方はもうパリパリ喋るでしょ。じゃなきゃ現地高校に行きませんからね。国際部時代は茶道部に。というか、茶道部があるの？ニューヨークに。で、大学時代はフランスに短期留学、そこからフランスに行くの？さあ、経験があると。で、2004年に開催された第10回、全日本、国民的美少女コンテストの本選出、すごい、いや、もう絶対美少女じゃん。もう美少女しか選ばれない、美少女の美少女が集まる、美少女コンテストで美少女に選ばれる、本選に選ばれてんだから、それは美少女だわ。ね、ということですよね。で、2005年6月に、慶應義塾ニューヨーク学院を卒業。慶應義塾が、そうなんだ。あるんだ。ニューヨークに支部というか、その現地学校みたいなのがあるんだな。まあ、知らんだけ結構いろんなのやってますよね。その我らが公文式もスイスにね、現地高校持ってたりしますし、そう。英語力とか、ちょっと目覚ましい人は留学とかでね、それでね、行ってね、さらに英語力というか、国際、コミュニケーション能力を、ね、高めるなんていうね、セミナーやったりとかっていうのを、公文式も今やってますよねっていう情報をちらりと耳に入れながらね、そういったセミナーね、私も前の動画で来たと言いましたけど、一回ちょっとセミナーにね、選ばれたことがあって、全校で修了させた時に、全国一になった時に、セミナーに呼んでいただいて、東京大学のね、教育学の先生の話を、講演を聞いてね、結構ね、でもね、その時に聞いた、知識っていうのはね、言うてね、現場でね、行かせてることも多いんでね、意外と教育育成とかっていう時にね、まあ、結構セオリーとは違うやり方になってしまうんですけど、逆に言うと、なんて言ったらいいね、要はミスをしないような方法でって言えばそうなんですけど、それ一つは結構違うもんだなっていうね、ところをね、感じたりしますよ、言うて。
ね、いうことは、まあ、置いといても、まあ、そこからですね、すごいな、2006年9月に開催された東京ガールズコレクション2006オータムウィンターにおいて、第3回ミス TGC コンテスト、TGC はこれが東京ガールズコレクションコンテストに出場、最終審査の5人に選ばれる、すごいな、これ相当でしょ、ね、うん、その前にあれか、私テレビを全然見ないから、こんな感じになってますけど、お見舞いしゃねえだよって、多分多くの人がなってるでしょうね、まあ、だってこれはニュースとか、これなってるとか、全部出てたんですもんね。ね、そういう感じです。はい。で、ミス、そこから、ミス日本、ミス慶応コンセプトに出場、グランプリは受賞してない。でもすごいな、卒業するんですからね。で、慶応技術大学総合政策学部の卒業。おお、おお、慶応ですね。大学中は障害者福祉のゼミに入って、芸術と障害者というテーマで研究。すごいな。社会学部だったけど、私あんまりこっちの方は社会福祉学とかにね、の方の専攻に行くと結構このあたりもねやるんですけど、私はあんまりそっちに興味を持たなかったんでね、あれでしたからね。で、2010年4月1日フジテレビにアナウンサーとして入社と。で、2016年から、人事部に移動ということでね、今もフジテレビで働かれているということなんですね。はぁー、すごいですね。いろいろ出てますね。はいはいはい。いろいろ出てますね。スーパーニュースだ、実は。まあもう2012年だともうね、全くもってテレビのない生活になってしまってますのでね、私。もう2010年からねえわ。だってね、こっちに越してきてからもうテレビがない生活ですからね。2008年ぐらいからそうですからね。はあ。で、目覚ましテレビにも出たことあるんだ。へえ、すごい。スポルトにも出たことあるんだ。すごい。めちゃイケにも出たことあるんだ。すごいですね。わあ。へえ。ということで、書籍もあるらしいですよ。東京ニュース通信社から。パーソナルブックなんだ。ということでね。ということで、まあこれね、アナウンサーの情報だっていっぱい載ってる。さすがウィキペディア、すごいですね。帰国史上でこんな項目があるんだね。すごいな、もう。さすがウィキペディアということで、まあ今日もまた新しい知識が身につきましたね。ということで、今回もね、これぐらいでね、動画ね、締めさせていただきたいと思います。またよい方ね、ぜひね、概要欄にリンクございますので、ぜひウィキペディアの本編の方もね、見ていただいて、参考にいただければと思います。ということで、この動画これぐらいでね、締めたいと思いますよ。どうもご視聴ありがとうございました。